西日本 JR バス、キータ営業所は、かつて、和歌山県田辺市にあった日本、国有鉄道自動車局、西日本旅客鉄道、西日本 JR バスの営業所である。1947年に、キータと受け川を結ぶ自動車路線として、熊野線が開通されると同時に、省営バス、キータ自動車区として開設されたのが始まりである。 1949年に日本国有鉄道自動車局の組織に変更され、1950年には、木ータ自動車営業所と改められた。同年には、受け川から川湯温泉などの区間が延長された。1959年7月15日、帰省本線の全通により、大和自動車営業所が廃止になったことに伴い、同営業所の木本支所は、 本営業所の支所に変更となった。1961年には、木本支所を移転の上、新宮支所と解消している。1960年代に入ると、国鉄自動車の基本方針に、長距離路線を運行することにより、鉄道の保管を行う、という方向性が示されたことに伴い、五条と新宮を直通する自動車路線の運行を計画した。この路線は、 国道168号と169号の改修に合わせて計画されたもので、改正鉄道不設法の別表82に、奈良県後奈良交通、熊野交通との相互乗り入れにより1963年3月より、五新線として運行開始、国鉄バスは一往復を担当した。しかし、九百七十年代に入ると、国鉄バス全般の方策として、 長距離路線の整理が行われた。本営業所の所管路線も例外ではなく、1970年代後半には後新線のうち、木戸と織り立の間が廃止となった。これにより、鉄道線の先行という使命は失われた。分割民営化後、バス部門分社化後も、路線整理は進められ、後新線の織り立と七色路の間が廃止された。その後、しばらくは、 熊野線と五神線の残存区間により、聞いた鍋から熊野本宮を経由して、新宮に至る観光ルートを形成していたが、長く続かず、2002年4月までには五神線の全区間と熊野線のクリス川園も廃止となり、新宮発出所は閉鎖となった。2009年9月30日限りで、熊野線の聞いた鍋とクリス川までの区間からも撤退することにより、 営業所も閉鎖となった。2010年11月現在の跡地については、事務所兼整備場を含めた建物は残っており、月決め駐車場及び白浜エクスプレス、大阪号利用者専用駐車場として活用されている。和歌山県田辺市港736番地の1、クリス川駅は自動車駅。熊野本線331-1901鈴車と、 三菱車が中心であった。下記の台数は新宮支所も含む、熊野線路線廃止のお知らせ。ありがとうございます。